皆さんこんにちは、ペストでございます。ワールドスタジアム2ね、今日もやってまいりましょう。カープとの17回戦になりますね。こちら先発ヤブさん、向こうはおーね、迷宮回投手黒田さん、あパウエルさんね、坪井さんと一緒ぐらいで、ちょっと今日は右の黒田さんなんで坪井さんでいきましょう。もう1試合だけ様子見ましょう。坪井さんがね、結構早いペースでね、調子落としちゃうんでね、で調子落とすともう全くあのらしい人が出なくなるというね。試合開始でございます。さあ行きましょう。黒田さん攻略できるか。1番センター新庄、センターへ打ち上げました。伸びるけども、フェンスギリギリ、1メーターか2メーター届かなかった。さあ今岡さん引っ張った、レフト線フェア、黒田さんは結構最初からストライク取りに来るタイプだね。引っ張った、それを狙っていた文心くん、64号先制ツーラン。スライダー気味の球でしたね。早くも2点先制。そして4番檜山さん、檜山さんはバットを引っ掛けてしまいましたね。バットの先端セカンドゴロ。そして徐々に調子を上げてきたハンセンさんも今度は詰まりました、スライダー。ハンセンさんもセカンドゴロ、スリーアウト。ただし文心君出ました、ツーランですね。でこちらの先発はヤブさん、おお、スライダー待ち、見逃し三振。落ちなかった センター前。翔太さんもミート力高いね。さあ野村さん、野村さんはライトへのフライ、翔太さん必死に戻る、セーフ。エトさん打ち上げた、ショートへのフライ、今岡さん構えました、掴んでスリーアウト。タイガースは6番レフトの坪井さんから。お、まだ、あーこれは伸びない。翔太さん掴みました。タイガースさん打った、すごい打球、ライトスタンド上段に放り込みました、42号ソロ、140m 弾。これで3点目。矢野さん打った、センター前、矢部さんも打った、レフト前ヒット、一塁二塁まだワンアウト。そして新庄さん、あーバットの先端だ、伸びない、レフトフライ、美味しい球やってんけどね。
友岡さんバットの先端、セカンドゴロ、スリーアウト。タイガース2回の表は大鵬さんのソロ一発のみになりました。金本さん打ち上げました、バットの先端、センター前進、新庄さん取る。浅井さんは詰まりましたね。おお、檜山さんランニングキャッチ。小笠さん打った、センター取れない。さあフェンスまでボール行きました。スリーベースヒットになりました。スイングアウト、スライダー空振り三振。ヤムさん今日も得点を与えません。大ピンチでしたけどね。さあタイガースは3番の文心くんから。文心くん引っ掛けた、翔太さん横飛び。檜山さんは追っつけたけど、これはセンター尾形さんへのライナー級の当たり。センサーはボテボテのセカンドゴロ、スリーアウト。さあカープは9番の黒田さんですね。これはセンター前に落ちる。センターへ新庄さん取りました、ツーアウト。あ、失礼、ワンアウト。翔太さん打ってセンター前。さあ外野は前進守備。かけた、おっとサードへ、あーフィルダーチョイス。エトさん打ち上げた。さあレフト坪井さんとの勝負になる。バックホーム、勝負はしない。金本さん、スイングアウト、満塁のピンチ切り抜けました。薮さん、タイガースは6番の坪井さんから。さあこれはどうだ、フラフラと上がった打球はセンター前。さあらしい人が今日も出ました。タイフさん打った、センター、あーセンター取った。ヤノさん打ち上げてしまいました。サード後方へのフライ。ヤブさん引っ張った、あーしかしノムケンさん取りました、スリーアウト。カープは6番の浅
海さんから。スイングアウト。今日4つ目の三振。そして先ほどの打席はスリーベース、小笠さん。これはボテボテのショートゴロ、今岡さんファーストへ間に合いました。瀬戸さんはセカンド後方へのフライ、ショート今岡さん掴んでスリーアウト。よしよしよし、いい感じで。でタイガースは1番の新庄さんからですね。今日はヒットなし。新庄、おっつけた、これもセンターへ。打球はいいんだけどね、飛ぶ場所が悪い。今岡さん引っ張った、サードゴロ。文心君も新庄さんと同じような打球をつけて打ったんですけど、センターライナー。1番からの高打順は三者凡退。カープは9番ピッチャー黒田さん。スイングアウト、5つ目の三振。わあ、狙われた、スライダー、センターバック取りました。そして今日2安打の翔太さん、これもうまいヒット、猛打賞。先ほどはセカンドゴロだったんですけど、文心君のジャッジミスでピンチを広げました。さあ、これはセンターへ飛んだ浅いフライ、新庄さんと絡みました、スリーアウト。さあ、カープは依然ゼロ更新。タイガースは4番の檜山さん。檜山さんも今日はヒットがない。引っ張った、右中間ど真ん中抜けていく、ツーベース。センサー引っ張った、セカンドゴロ、ランナーは進塁。坪井さんボテボテのショートゴロ、あはは、ランナー帰っちゃった。台風さん引っ張ったけど、これはファール、早い。打ち上げた、どっちが行く、センター尾形さんが取りそうですね。スリーアウト。タイガースチャンスを生かせませんでした。この回も得点、依然3対0のまま回は6回裏へ。江藤さんいい当たり、レフト坪井さん取りました。金本さん引っ掛けた、セカンドゴロ。完全なスライダー待ち。速球を打って新庄さんランニングキャッチ、ナイスキャッチ。回は7回、ラッキーセブンになります。タイガースは8番の矢野さんから。矢野さん打った、センター前、また打率が上がる。さあ、ここで代打出しましょう。平塚さん行きましょう。一本欲しいけどね、平塚さんもそうですよ。ピッチャーフライで、今日はどう、あー伸びないか、振り向いた、ツーアウト。
上がりすぎました。今岡さんはショートゴロスリーアウト、ラッキーセブン、ランナー出ましたけど、この回も得点には結びつかず、依然3対0。さあここでリリーフ、今日は1回ずついきましょう。センターへ、スイングアウト。厚森さんは、ああまた黒田さん上がるか。黒田、おお黒田さんヒットで出る。前田さん外の球をすくい上げたけども距離が伸びません。センターフライ、よしよしよし。伊藤さんナイスリリーフ。武士君どうだ、いい当たり、あーギリギリ、はい、巻いていきました。65号ソロ、ファールかなと思った一瞬止まってしまった口が。これで4点差になりました。どうしようかな、厚森さん続投でもいいけどね。檜山さんは詰まりました、ボテボテのファーストゴロ。ハンセンさんセンターへ、これも詰まった当たり。坪井さん1、2塁間は翔太さん間に合いました。スリーアウト。さあ文心くん一発出ました、4対0になりました。厚森さん続投、ケンさん強引に引っ張りましたけど、これはライトへのフライ。4番サード江藤、江藤さん スライダーを引っ掛けましたけども、いいとこまで飛んだんですけどね、レフトフライ。タイムさんは、おーファーストの横抜けるライト前ヒット、完全にタイミング間違ってたけどね。これはサードゴロ、5-4-3ダブルプレー。伊藤さんどうだ、初ヒットになるのか。ファーストの後ろライトへ行きました、初ヒット。そして今日5打席目、センター返し、あーこれは尾形さんへのライナーとなりました。今日はついてない。さあ4点差のまま9回裏へ、7回から登場の伊藤敦さん、3イニング詰め。引っ張った、これはいった、入った入りました、17号ソロ。3イニング投げさせるとダメやねセーブ狙って、さあリビラさん行きましょう、セーブつく場面になりましたんで。センター新庄さん取りました、ワンアウト。
打ち上げた。これも新庄さんのフライ、ツーアウト。ショートゴロ引っ掛けました。今岡さんからファーストへ、ゲームセット。さんはね、危なかったね、今日はね。はい、ということで、なんとかほとんどホームランのみでね、打ち勝ちましたね。1回がね、文心くん64号ツーラン、2回が大砲さんのソロ、そして8回も文心くんの65号のソロということで、得点すべてホームラン、11安打4得点ね。相変わらず打線のつながりはないけどね。他球場は中日勝ちました、ジャービスさん、負け投手が斉藤正樹さんですね。で、ベイスターズ連勝ですね。終盤です、終盤まで競り合ってたみたいですね。佐々木さんが勝ち投手になってます。では新聞見てお別れしたいと思います。翔太さんはね、完投しながら負け投手というね、やっぱり翔太さんに打たれるね。でこちらはマルチは文心君とあハンセンさんがねまた4択やったよね。よかった思った次の日あかんねえね。で大砲さんと矢野さんがマルチと、リベラさんもねセーブが、リベラさん何セーブ目、26セーブ目セーブをね、ダントツですね。はい、ということで今回はここで、ちなみに野球占いは大吉でしたね。では、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。